はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回ですね、はい、こちらリベンジ行きましょう。前回60連で、まあ板取くん残念ながらですということで、今度こそとりあえず40連今日は引きます。いや強いんだよこの板取くん、マジで欲しいの。欲しいからちょっとぜひ欲しいん、いやー出るかな。とりあえずもう今回40連で絶対止めるために、ダイヤは、1万2000個以外もにしときました。これでとどめときました。ということでじゃあ行きましょう。ありすぎると引いちゃうから。イタドリさん、いやー紫ガビガビなし、経定権のみ。どう、国戦来た、国戦もうこれは来てくれ、頼む。でキャラまずキャラだ。これ次だ、次です。大丈夫、僕最強だ。あー持ってる、もうごとつ、もうごとつです。うそくそー、国戦来たし、でキャラ来た瞬間行ったと思ったのにな。今待って、提供割合ちょっと見ていい？だ上がってるよね、上がってる、どれ 0.7 だよね。いやー今んとこ SSR のキャラ2タイプもパンダと五条先生か。いやー 0.7% は伊達じゃない、行くしかない、行きます。いやここでねいいスタート切ってる、うんうんって言うと大体ここから下がるからさ、もう絶対もう頼む、気緩めるな、来い。紫がガビガビなし。ちょっとなんか重いな、ね、なんかここなんか若干重いんだけど大丈夫かな。 iPad のはずなんだけどちょっとなんか若干打つ瞬間遅い。そして何もなし、斬死、2体斬死、ダブル斬死は嬉しいけどキャラではないと。いややっぱりなんかさ、確率なんか本当に演出当てにならんよね、マジで当てにならん。確定演出以外はあんまり当てにしない方がいい。あー生なき精神、これ嬉しいが、でも板取くん、いやそしてそう紹介して OK。 まあてか斬死の時のさ、なんか確率やばくない？斬死の確率ってもしかしてさ、キャラよりめっちゃ高い？そのピックアップ斬死のなんかさ、斬死出る時って大体ピックアップなのよ。でもキャラ出るときってピックアップじゃないのよ。え、これさ、提供割合ってさ、これ 0.7% じゃん。で、こっちの斬死。あー、斬死めっちゃ高いんだ、斬死に関しては。これぐらいじゃキャラも上げてくれよ。これぐらいキャラも上げてくれよ。くそ。くそ。なんかなー、いくぞ。あと20連。一応引きはいい。引きは悪くない。そして紫ガビガビはいい。そしてなんか今日はちょっと若干重め。よーし、来い。また2回目の国戦、そしてキャラー、もう来い、もう来てくれ、もういいだろ、もういいでしょねえ、ダブル国戦の SSR ダブル2体行くしかねえ。頼む、本当にお願い、マジで来て、もう使いたい。完璧も理不尽も応える義務がどこにある。いやまあ嬉しいけど違うんだよ。板取くんが、いや時代投資として、いやあのバラ、まあ嬉しいけど、いやーまああのバラちゃん強いからね、うん、いいんだけど、板取くん、嘘、本当にわしってさ、ピックアップのキャラの運ないね。
やばない、乙骨くん250年やってさ一旦も出なかったんだよ。ちなみに SSR キャラもゼロね。で伏黒くんも120連か120連引いてピックアップゼロだったんですよ。やば、本当にやばいな、頼むぞ。いやー紫ガビガビなし、いやでもあんまり当てになんないと思う。で国戦はなし、決定権1個はちょっとやだな、決定権1個は正直良くないんだよな。来い来い、なーキャラ来てる、40連で SSR キャラ3体。後悔はしたくない、そうだ後悔はしたくない。天井まで今日今引くって決めてんだ俺、イタドリ君は。もう課金はしたくない、頼む。あなたは排除されるべき存在だ。いや排除しないでお願い、今すぐにでも。いやいやいや、そんなこと言わないで、僕はこのファンパレに続けたい。ファンパレから排除しないでください、お願いします。行くしかない、行くぞ。まだまだか、ツナマヨどうも。今後これは今後使う、マジでこれはずっと使う。やべ、いやそうなってくると突したいよね。俺の術そうなると突したくなるよこれ、マジで。少しでも多く、いや引くよこれ、ちなみにまだ引きますよ、引くけどちょっと見ていい？やった嬉しい。これグレード1の場合ってさ、ブレイク 30% ね。でこれだよ気になるの、220か、そうそうだよね。でそっからちょっと上げてみるか今スキル。ちょっとスキル上げてみてどれぐらいアップするかちょっと見てみましょう。これ今日はちょっとイタドリ君またね、あのこの後、まあ、また多分2時間後とかそんぐらいになると思うんだけど、その時にちょっとあの動画にしますね、イタドリ君はしっかり。でその前にちょっと今育てます。イタドリくんこちらですね。じゃあちょっとまずレベルというか、グレード強化どんぐらいまでいける？あーちょっと素材集めますねこの後。あじゃあまあいいや、とりあえずこれは後でやってきます。でそれよりまずスキルだよ、スキルこれがちょっとすごい気になってて、この2つだね、飛び蹴りと、呪力ランダ、まあ、まず飛び蹴りかな、飛び蹴りをちょっと集中してあげるとして、これちょっとあれだな、領域調査のちょっと使おう、領域調査もちょっと買い、で、スキル上げのやつをちょっと買います。ちょっと待ってね。呪術はできなくても、まずこれで交換所で、もうこれ使おう。使います。領域調査。これ使います。全部使います。はい。11個使う。これはいい。これは使っていい。で、強化で、スキル強化。まあ、飛び蹴り上げたいよね、これ。うん。飛び蹴り上げて、まあなるべく同じぐらい上げたいね、これは同時に交互に上げるみたいな感じ、こうしてどっちも結構大切だと思うから、うん、必殺技もやっぱり1100必要だからね。こんな感じでどうでしょう。はい、6レベルで281ダメージで体術、まあ約 30% アップ付与、必殺ゲージ160、そしてこちらが 1200% アップダメージで、体術の非ダメージを 38.4% アップ。いいね、いやこれいいわ。あーよかった。でもちょっと一応こっちもやっとこうか、こっちもやっといて、いやこれはしばらく多分使うんじゃないかな。まあもちろんね、乙骨くんを使う、乙骨くんと学長七海乙骨くんみたいな時にこの虎杖くんも入れてみたいな、で弱点がこの幻っていうかその時だったら、まあこのそのパーティーでいいよねっていう話で、でそれじゃなくても常にこれは使えそう、虎杖くんに関してはやっぱり今で言うとさ、ローゼツとかもそうだけど、やっぱりこのブレイクダメージこれがやっぱり非常に上げたい。でも会心率じゃなければもっといいんだけどねこれ。まあてかまず味方全体にブレイクより、まあちょっと別のバフがいいけど、まあでもこっちの自バフがあるからね、飛び蹴りで
自バフして、でさらに攻撃しながら自バフができる。で、消費も20と軽い、かなり軽めで必殺ゲージも160回復だから、うん、あの全体に必殺ゲージ上げなくていいのよ。虎杖君さえ正直上げてくれればいいから。でそしてなんといってもこれだよ、これよね、1200、うん、でさらに被ダメージ 38.4% で、で呪力も1300だから、その飛び蹴りのこれ合わせたらガンガン多分あの必殺スキルは上がってくんでね、もうどんどん攻撃しに行けるんじゃないでしょうか。はい、まあ、とりあえずちょっとグレードだけ上げとこうか、これ分かりやすいよね。グレード7か、ちょっとこれはグレード9までちゃんと上げないといけないですね。はい、なのでちょっとこれは呪物収集をちょっと頑張ってやりたいと思います。まあ、このためにちょっとイベントをずっと、ま、回りたかったんだけどね。まあ呪物収集しましょう。はい、まあというわけで、足りない、どんぐらい足りない、これ、あーでもこれが足りないだけか、これが足りればグレード8までいけますね。でグレード8も全部やればグレード9までいけるということで、じゃあレベルも80レベルまで上げまして、こんな感じになっております。はい、というわけで、よかった、マジで嬉しいわ。虎杖君無事ゲットすることできましたんで、まあ、あのまだガチャ引きます。ガチャ自体はもうちょい、ガシャ、あ間違えた、ガシャの方で、まあ、これ今100なんで、できれば250まで引きたいな。でもな、でも1体ゲットしたら、まあ、あとはでも少なくとも残死欲しいんですよ。生涯一新と生なき青春、これね今のうちに絶対集めておいた方がいいから、まあ少なくとも、まあ、少なくとも20連は絶対引く。でそっからもうちょっと引きたいなっていう感じですね。はい、まあ、というわけで、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あの虎杖君の性能、あのこの後動画にしますので、あのぜひそのそちらの動画をご覧くださいませ。よかった、やっとさ、今までその出なくてその別端末のさ、あのかくめっちゃかくついて、でしかもさレベルもすごい低いやつで検証してたけど、今回はちゃんとしたところというかね、あのしっかり、まあ、あの第2話のローゼツで行こうか。あでも半減なんだよな、幻のところ、ちょっと強いところで、レベルもちゃんとグレード9か88までやって、あの虎杖君のちょっと強さをねお見せしたいなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで改めて終わります。じゃあお疲れ様です、バイバイ。